はいどうも、柴沢アートです、今回はですね、スパイラルベティというものについてご紹介したいと思います。スパイラルベティとは、画像を渦巻きなどの模様加工できるサイトになります。今回はその利用方法と絵の制作例についてご紹介したいと思います。早速ですね、スパイラルベティのサイトに飛んでみたいと思います。こちら画面中央のですね、アップロードボタンを押して、画像をアップロードします。今回はちょっとお猿さんの画像をアップロードして試してみます。位置やズーム感みたいなものを調整して、チェックボタンを押すだけで簡単に渦巻き模様の加工ができました。すごいですよね。さらにですね、この渦巻きのその模様、巻き数ですね。渦巻きの巻き数であったり、明度、コントラスト、位置、なんかそういう詳細をですね、こちらの下のバーの部分を動かして調整することができます。これによってですね、もっと粗めの渦巻きがいいなとか、この辺ちょっとコントラスト低くしたいなみたいな、そういった細かい調整が可能になっています。便利ですよね。今回のお猿さんもこちらで詳細な位置を調整したりとか、巻き数を調整して、少しずつ好みに合わせてカスタマイズしていきます。さらにですね、この右側のカラーパレット、こちらを押すとですね、好きな色に変えることができます。こんな感じにおしゃれな色合いに変更することもできるんですね。また、模様のパターンも変更することができます。ドット柄であったり、なんかこう、幾何学模様みたいな、そういった柄が複数あって、かなり自由度が高いです。このあたりを調整したらですね、ダウンロードボタンを押して画像をダウンロードします。個人利用の方はそのままダウンロードしていただいて結構なんですけど、描いた絵を売りたいとか、ネットにアップしてなんかしたいよみたいな方は商用ライセンスが必要になりますので、そちらを購入する必要があります。商用ライセンスを押すとですね、こちらのページに飛んで、こちらから好きな自分に合った商用ライセンスを買うことができます。今回はですね、$3の1作品分だけのライセンスを購入します。こんな感じに、ちょっと伏せてますけど、名前とメールアドレス、あと購入の支払い方法ですね。支払い方法を入れて、ライセンスを購入しました。しばらくするとメールが届いて、購入通知みたいなものが届きますと。以上がスパイラルベティの利用方法になります。ここからは、先ほど加工した画像を使って絵を制作していきたいと思います。まずですね、その下絵作りですね。簡単にこう水色とか黄色とかで軽く塗って、下地を作っておきました。ここにですね、先ほどの画像を印刷して、こちらをですね、トレーシングペーパーで転写していきます。結構絵的には地味な作業になるんですけど、ひたすらにこの渦巻きをなぞりながらですね、作業していきます。かなり目がチカチカしてですね、正直このなぞる工程だけで4時間ぐらい作業しているんですけど、頭がおかしくなりそうでした。はい。で、なぞり終わるとこんな感じに薄く転写されましたね。これをですね、さらに、ボールペンで上書きしていきます。絶望しておりました。作業の初めの段階で。だって、転写に4時間かかってるんですよ。こっから4時間かかるんです。もう信じられないですよね。線なぞるだけだし、余裕やろ。そんなことを思っていた時代が僕にもありました。もう恐ろしいです、この作業は。鬼畜の所業です。もう訳がわかりません。なんでこんなに渦巻き描かなきゃいけないの？もう今どこ描いてるの？これ今何周目の渦巻きだっけ？渦巻きって何？そんなね、ゲシュタルト崩壊を起こしつつ、渦巻きを頑張って描いていきます。本当になかなかにきつい作業でしたね。もう渦巻きって何？渦巻きって何だってばよ。だってばよです。本当に。ということでね、できました。こんな感じです。どうですかね？お猿さんに見えますかね？一応ですね、その、アナログ絵でこのスパイラルベティをやるっていうのは、ちょっと手間がかかるというか大変なんですけども、興味ある方は今の方法でぜひ試してみてください。概要欄の方にも、スパイラルベティのサイトのリンクを貼っておきますので、興味ある方はそちらからどうぞ。ということで、ここまで動画をご覧いただきありがとうございました。本チャンネルでは、今回みたいな情報役立つかなみたいな解説と、あとは絵のメイキングをお送りしております。よければチャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいです。ありがとうございました。バイバイ。